皆さんこんにちは、クリプトンです。ミニクトンだぜ。先日はギフト祭のご参加ありがとうございました。とても盛り上がって楽しかったんだぜ。今回は弱ギフトで視聴者さんからいただいた装備を紹介していきます。それではどうぞ。チャンネル登録よろしくね。まずはシメグです。僕が持ってるのと同じ黄金が旋風さんですね。下は輝き、雷、衝撃波、王道炎茶だね。こっちは黄金が輝き、下は重力、クリティカル、旋風かな。重力あるから衝撃波じゃなくても良さそうだね。火力出そうなシメグだな。今度はレイピア。輝き4ですね。右は重力でもいいね。こちらは採掘者4です。1個は持っておきたいよね。これは EB5 だね。英雄やフルメタル、ウィザーが注目されがちですが、これも 35% 減少ついてるし、蜂を呼び出せるのがいいね。安全に戦えますね。初心者にもおすすめの防具です。炎茶は棒張り、クールダウン。右は雪玉か、さらに蜂を入れてもいいね。賑やかなビルドになりそう。総ズレのリフレさん、文句なしだね。影の衣とイカです。開始中無敵の防具厳選できてなかったから嬉しいな。羽ぴょんしてる時無敵になれるから強いんだよね。一昔前はバブルでワンパンができたりもしたね。次はワンパンムチ。ダイナモと虚無毒で倒せない敵はいない。採掘所入ってるし、エメラルドも集められるね。これくれた人は集会で使ってたのかな。ここからは体験に連続。まずは心を奪うもの。ユニークスキルで吸血がついてるから強いんだよな。黄金は弱体化だね。虚無に枠を取られがちだけど、弱体化もめちゃめちゃ強いですからね。最近は弱体化編成の補助弓を厳選してます。お次はブロードソード。無印良品、言うことなしですね。スポンジもいただきました。昔は強かったんだよな。輝き2個入ってるし悪くはないんじゃないかな。お次は魂キスト。おお、最高じゃん。しかも無印ですね。火力出るからいいんだよね。ダブルクリティカルにはロマンがあるよね。魂回収ができるのも強みです。またもや無印。これは理想モッドも完璧です。なんかもう神々しく見えてきたぞ。皆さん無印良品ありすぎませんか。虚無、重力、輝きかリフレ、最高かよ。263ならさぞ強いんでしょうね。全部使っていた動画長くなっちゃうので、いいなと思ったものをいくつか抜粋して使っていきます。まずは B5 アーマーだね。普段使わないから新鮮だね。ここは王道の雪玉かな。これはぜひとも使いたい。無印ブロード、吸血いいね。体験には相性バッチリですね。なかなかついてくれないので吸血にもったいないです。よっしゃ、やってくぞ。さすがの火力、263だったらデイリーしたいな。弓はギフトされなかったので、普段使ってる震える弓を使っています。虚無との相性も素晴らしい。防具249とは思えない。回復がすごいね。リフレ、吸血、ヘルシナが入ってますからね。そりゃ HP 減らないですよ。263だったらと思うと恐ろしいよ。おやおやおや、263じゃないから普段の武器に比べると火力は劣るけど、249だとは思えないほど強いです。囲まれても平気でいられる防具も最高だね。それでは戦士交代しましょう。羽ぴょんするので防御力に期待です。近接はレイピアの弓か。凍結ついてるのもいいよね。これは悩むなー。輝き4つけてもいいんだけど、輝き以外の回復炎茶も使ってみます。結局回復炎茶編成かよ。火力出るかな。火力は単体だとイマイチだけど、やっぱパワシが乗ると強いね。相性がベストマッチすぎるんだよな。弓に虚無ついてるし、火力炎茶がないわけでもないのか。パワシを食らえ。おお、近くに牛もいたからいっぱい減らせたね。単体だと弱いな。まあ火力炎茶入れなかったしね。羽ぴょんでいい感じにパワシを回せると超強いです。ちゃんと火力炎茶入れた263の理想形もいつか使ってみたいね。パワシも連射したらめっちゃ安定しました。いちいち使う必要がないから楽だね。
跳ねて落ちまくってエボートクールダウンするだけでいいです。敵が溶けてく。これが無印ってマジですか？マジです。というわけで、強化した無理想のフロストサイズです。魂もすごい集まるので、ハーベスター入れてみました。囲まれても安心だね。まあ囲まれてもサイズで十分対応できるけど。あ、ブリザー連射中に影のブリューの無となぜか固まるんだった。それにしても強い。これがノンカスタムなんですから、くれた方はかなりの強運ですね。やばすぎて信じられないぜ。ブリザー連射の逆転、正規です。ハーベスターも使って対処しましょう。ちなみにオーブは何してるの？フルメタル着てます。ウィザーでも良さそうだね。まあぶっちゃけウィザーもフルメタルも何にでも合いますから。強すぎて。最後に北の向きでボスを芝居て終わりにしましょう。だんだんかわいそうになってきたよ。北の向きは理想持ってないので楽しみです。あ、待ってくっちょ。もっと少しずつ減るかと思ったわ。てかやばい死ぬ。全くないとモードはやだねー。というわけで、ギフト祭で視聴者さんからいただいた装備を紹介していきました。皆さん強い装備をたくさんありがとうなんだぜ。よかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまたねー。